早慶目指したくなったらまず見る動画、親家庭環境編です。近年ね、親が見つけてきて勧められてみたいなのがすげえ多い。優しい大人と優しい子供、予備校のカウンセリングルームが満員だった。頭の良さってね、胃でもあるんでて。さて始まりました、もちゃちゃね。さあ今回は平田先生、皆さんこんにちは。早稲田合格塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい、森田先生、はい、今日はですね、早慶目指したくなったらまず見る動画、外伝ということで、実はですね、僕のやってる早稲田合格塾 YouTube チャンネルの方でですね、早慶目指したくなったらまず見る動画、生活編と勉強戦術編ということで、うん、2つやってるんですね。うん、でこれがすごい大好評でですね、めちゃめちゃ見られるんですよ。うん、でじゃあちょっとその外伝っていうところで、親家庭環境編です。うん、ということは、というのも今の時代ね、特にこれすごく重要だと思っていて、うちの塾なんかもそうだし、他の塾の教育のね、先生だったりとか経営者の方とかも同じことをおっしゃるんだけど、うん、俺たちの時代ってわりかしなんか自分で行きたい予備校を決めたりとか、それこそ俺だったら東進選んだりとかヨゼミ選んだりとかして、うん、親がさ、ある日やってきて浪人が決まった時に、徹夜ヨゼミに入りなさいじゃなかったでしょ。ないですね、うん、そんなのもちろん、そうそう、これが当たり前だったんですよ、俺たちの時代は。だけど近年ね、親が見つけてきて勧められてみたいなのがすげえ多いんですよ。うん、っていうこともある意味時代だなと思ったんで、親家庭環境のあり方っていうものをコンサルする話、この親家庭環境のあり方を親力と定義して、高い親力っていうものをコンサルする動画の回にしたいなというふうに考えてます。はい、あのね、今日の動画は割と真面目なやつだから飛ぶんですよ。はいはい、まずですね、まあ現代を生きる受験生の生態系みたいなものを一回再確認したいと思うんですけど、うん、多分この動画を見ている30代40代の方からすると割とやっぱり新鮮な感覚であると思ってて、今の子供たちのことを Z 世代って言うんですよね。はい、でこの Z 世代のことを定義するときにどういう特徴があるかっていうと、親と仲がいいっていうのがあるんですよ。要するにね、まあやっぱり子供たちにとってはある意味でね、いい時代になったはなったんですよね。どういうことかっていうと、子供っていうものに対するこう理解が進みましたよ。うん、俺たちの時代だとやっぱほら廊下に立たされたり、げんこつビンタ当たり前の時代とかだったりしたわけなんですけれども、しないですよ。まあ、しないかな。しなかった、はい、育ちがいいな。なんだけども、割とやっぱ常識も変わってきて、親も親でこう子育てどういう風にしたらいいかなみたいなことに関してやっぱり調べる情報があるじゃないですか。昔やっぱ俺たちの親世代とかだとまだスマホっていうものとかもなかったりするから、どうだったかというと、自分の親が育ててくれたように自分の子供も育てるっていうのが一つやっぱり基軸だったんですよ。だけど子育ての仕方ってやっぱりそれなりにいろいろ多種多様なんだなっていうこともやっぱり親も親で理解が進んだりするんで、本当にある意味で子どもの育ち方、育てられ方っていうものがこう非常に研究が進んだっていうところがあるんですよね。子どもも子どもでそれなりに我々の時代と違って親思いな子どもたちが増えました。やっぱ親に迷惑かけたくないからみたいなのがやっぱり増えてきたっていうところもあって、そういうなんか優しい大人と優しい子どもの仲いい親子関係みたいな感じのものが、まあ Z 世代の特徴ちょうどして一つ、まあ、いい面で言うとあるのかなと。はい、うん、ただし一方でね、このね、身近な大人たちによる優しい育て方、育てられ方とは裏腹に、現実はやっぱ結構厳しいんですよね。それこそ社会に出たらやっぱり社会に揉まれるし、学校環境においてはやっぱり自宅のようにはいかなかったりするわけですよ。はい、それに伴ってどうなったかっていうと、今厚労省のデータで子供のね、うつ病あるいはそれに準ずる精神疾患とかが、うん、もう右肩上がりでうわーって増えてるんですよ。今過去最大なんです、引きこもりとかも含めて。そう、だから森田先生も以前どっかでおっしゃってたけど、これ他の先生も言ってたけど、もう予備校のカウンセリングルームが満員だったりとか、 そんな感じになってるんですよね。だから要は人生を生きる上で自らにやってくる壁ってものに対する、まあ、自力ですよね、うん、が非常に低くなってるんですよね、優しく育てられてる分。そうだね、大学でもカウンセリングルームとか満員だし、うん、まあ、もちろん一つにはコンセプト概念が広がったっていう、うん、自分ってこういう精神のね、何かしら弱い部分があるんだっていうのが定着してきたっていうので、あ、そうなんだ、じゃあカウンセリングに行こうっていうのが広がった、うん、今までは多分持ってた人たちもそう、同じような症状をね、行かなかったんだろうなっていうのはあると思いますね、うん、そう、行くのは恥ずかしいことだとかっていうのがあって、うん、まあ、それがだんだんなくなってきて、あ、自分もこうなんだ、同じなんだって言って行くようになったっていうのはあると思います、ね、あると思いますね、確かに、ね、はい、それはもちろん今まで埋もれてたものがこうやっぱり表出してきたっていうのはあるでしょうね、うん、それはまあ、うん、この数には含まれてはいるとは思いますけどね、もちろん。なるほど、まあ、そういった事柄が背景にあるのが今の時代なんだっていうことなんですよね。だからこそ、こういう時代だからこそ、やっぱり家庭環境や親がどうあるべきかみたいなことも、やっぱり親御さんもすごく検索されるんですよね、なんかできることはみたいな、まあ、これ
それが現代の特徴なんであれば、ある意味僕らの目線でやっぱそれを語るっていうのは一つプロの仕事なんじゃないかと思って、うん、まあちょっとこういう機会一回やってみたかったんですよね、うん。まずじゃあ親力っていうものを6つの角度でちょっと話をしてみたいと思ってて、まず1つ目は親力高い親になりたいんであれば自分の子供の前提条件をまずちゃんと見るっていうことなんですよ。これどういうことかっていうと、我々予備校講師の仕事ってその子が生きてきた17年18年の人生に1年上積みを足すっていう作業なんですよね。さっきさ俺 Z 世代は親子の仲がいいって言ったんだけど、そうは言ってもやっぱり成績が上がんなかったりするとあなたなんでこんなにできないのよみたいな感じだったりとか、やっぱり言っちゃいがちなんですよ。これはもう昔も今もやっぱり親と子の常というかね、なんだけどやっぱり子供を責めるんだけど、でもあなたが17年18年育ててきた作品がこれなんですけどみたいなっていう見方もできるから、まず一方的に子供を責めるとかそういうことじゃないんだっていうことを理解するっていうこと、それから一説にね、これはもう生物学的な話になってくるんですけど、やっぱ頭の良さってね遺伝もあるんでというかね、やっぱ研究によってはね9割遺伝みたいなデータもあったりするんで、で孫うことなくそれはあるんで、子供の頭が悪いのは親のせいもあるんで、まあ、一方的に子供を責めないっていう、まずこの前提条件は僕は持ってほしいかなっていうこと、これまず一つね、あるかなと。責めるイコール自分に返ってきてる、ね、そう、あの子は親の鏡である、親はこの鏡になるべきであるね。ああいいよ、はい、じゃあいい一回の今なんでいいんじゃないの、俺がなんで奪わないでちょっと続きまして第2に18、19にもなると子供とは言ってもねもう半分以上大人なんですよ、うん、で大学受験とかって我が校にふさわしい人間かどうかっていうのをチェックする試験だったりもするんで、うん、それなりに精神年齢とか出るんですよね、うん、だからね親力ある親ほどね自分ができることなどあまりないっていうことを理解してるんですよ、うん、だからねやっぱりどっかで親力定義づけるのはやっぱりどこまででも経済力は大きく関係します。これはもうこの受験勉強ってことに限らず、これまでの17年18年間でどれだけ我が子に成長体験と成功体験をさせてきたかっていうこと、これね本当に勉強にも直結するんですよ。今まで成長体験成功体験がある子たちっていうのは自信があるから前向きに勉強できるし、できないことができるようになっていくっていうのがどういうことなのかっていうのを体の感覚として分かってるんです。だからスムーズに伸びていく子と伸びていかない子ってやっぱ頭の良し悪しももちろん関連してるんだろうけども、経験値で非常に違うんですよね。経済力は出るっていうことなので、まあ今ねこの動画を見てる方が何歳ぐらいのねお子さん持ってらっしゃるかちょっと分かんないけれども、今がそれこそ13歳14歳15歳とかね何歳でもいいから、なんかやっぱり何かしら経験値を積ませてほしいということですね。経済力っていうのはでっけえ材料なんだ。そういうことです、本当マジでそういうことですね。でもねそれが大学受験になったらばやっぱ我々みたいなプロのね指導を受けて、やっぱりプロの指導を受けるかどうかでそこそこの大学っていうのは確かに今の時代ね自分一人で勉強するんでもいけるんですよ。大学の数も多いし52345ぐらいまでなら、だけどやっぱりそれ以上の世界になってくるとそれなりにプロの指導を受けてやっていかないとなかなか厳しいです現実。やっぱりそういったね我々のプロの世話になるっていうのは一つねやっぱ経済力を生かす場なのかなということですね、うん、その3、これもすごく大事なことなんですよ。親がかっこいいってこと大事なんですよ。これどういうことかっていうと、親が反町隆史である必要はないんですよ、はいはいはい、そうじゃなくて親の生き様がかっこいいかどうかってとこってあるんですよ、うん、どういうことかっていうと子供がね一番ね自分の生き方を顧みるのって親の姿なんですよ。例えばなんですけど親が家に仕事とか持ち帰ったりとかしてきてさ、まあ、例えば俺の親だったらね医者だったんだけど、それこそ当時ワープロですけどカタ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 やってなんか難しそうな論文を夜遅くまでかけて書いてたりする姿とかね、あと当時は携帯電話とかなかったから家に電話かかってくるんですよ深夜のもう2時とか3時とかに。お産ってね深夜に起きやすいんですよ産婦人科だから。でやっぱ起きるじゃん俺なんかも。だけど深夜の2時とか3時とかになってこう家を出ていく親の背中とかってやっぱりねかっこよかったですよ。俺はやっぱ親御さんには子供の一番の参考資料になると思うんですよ生き様のね。だから生き生きと仕事をしている様子っていうのを子供に感じさせるっていうのはこれ一番の教育だと思ってて、で親が生き生き仕事をしているのを見て、あ自分もなんかモチベーション上がってきてみたいなところになってきたりするから、かっこいい親の仕事生き様を見せてほしいっていうのがこれね僕一番の教育だと思ってるんで、これやっぱり意識してみていただきたいかなということ。子供の勉強の面倒を見るじゃなくって親自身が生き生きしてるってことが引いては子供の生き様につながってくるんですよね。まあ、これはね本当受験期間だけじゃなくて一生のお手本になると思いますよ。親力その4、これがね結構僕は、まあ、受験勉強っていうことで言えば一番大事だと思ってて、はい、子供に責任感持たせるっていうことなんですよね、はいはいはい、これは良くないんですよ。親の甘さが一番出るんですよねこの部分って。そう、ね、受験勉強やってるとやめたくなる瞬間がもうね10回ぐらい来るんですよ、うん、
本当に。で子供が辞めたがってて、やっぱり塾行きたくない、塾辞めたいとかね、勉強のやる気失ってるみたいなところのを見て、もうねだったらもう辞めなさいみたいなとか、まあ、あるいはもうちょっとこう怒りも込めてさ、こんなんだったら行ってる意味ないからもう辞めちゃいなさいみたいなとかね、じゃなくて続けさせた方がいいです。結果はねまた別にして、最後までやりきらせるっていうことが良くも悪くもね一番大切な勉強になるんですよ。どういうことかっていうと、最悪のケース、子供が最後まで全然やる気出さなくて勉強があんまりしなくって、うわもう予備校に100万金ドブだったわみたいになるとするじゃないですか。でも子供はそのことを覚えてるんですよ、大人になって。これから何年後かいつかに親が自分にしてくれたことっていうのがいかに尊いことだったのかっていうのを思い出して、で我が子を育てていくんで、そんなに嫌だったらやめちゃいなさいってなると、もうそれで終わるんですよ。でもね受験勉強っていうものがもう失敗に終わるんだけど、その子の人生ってその後も続いていくんですよね。でどうなっていくかっていうと、さっきの話に戻るんですけど、人生っていうものに対する経験値、自力が低いから、壁を越える経験がないから、これからやってくる壁、わかりやすく言うと社会に潰されちゃいますよ。だから受験勉強、結果はどうあれ責任感持たせる一番の材料っていうのは、最後まで責任持ってやらせるってことなんですよ、うん、これは一番の勉強になると思ってるよっていうこと。どうですか、まあ、この壁を越えたか越えてないかによってね、今後ぶつかる壁への対処法とかも変わってきたりするとはよく言われることですよね、うん、就活とかで受験経験していない人たちはね、就活が最初の壁とかって言われたりもよくしますからね。その通りです、本当にその通りですね。受験勉強とかで壁を越える経験してると、就活になってきても自分で調べる能力とか人に相談していく能力とかが高かったりするんで、だからやっぱり生きてくるんですよね、うん、じゃあ子供の相談に乗る時の話なんですけど、うん、親が答えを出そうとしなくていいです。子供が相談してきたら聞いてあげること、そして一緒に考えてあげることで、答えを子供に出させること、これ大事です。今の子供の特徴として、親の言うことめっちゃ聞きます。親がこうって言ったら結構それをアドバイスどころかそのままじゃあそうしようってなる、親のアドバイスを聞いてそうなるケースすごく多いんですよ。だけど大切なのってね、教育っていう、塾親関係なく教育の本質って子供が一人で生きていく能力を高めることなんですよ。っていう中でその時自分で生きるっていうことじゃなくって、親に言われたように生きてるんですよね。だからやっぱりこれもね、壁を越えることになってないから自力が低くて社会に揉まれて潰れていく。なので子供を一人前にしたいんだったら、まあ、相談には乗る、話も聞いてあげる、一緒に考えてもあげる、味方であることはちゃんとこう分からせてあげる、ここまではいいです。だけど答え、決断は子供にさせる、どこまで踏み込んでいいかっていうところのポジショニングっていうのはやっぱり気をつけていただきたいなと思います。まあそういったことを踏まえて、この受験勉強、やっぱりまあ結果はどうあれ最後まで戦い抜かせてください、本人の責任で。それがね、子供の一人前になる経験、能力っていうものを高めていきますから、これちょっとね、このその4はすごく大事なことですね。なるほど。であと残り2つなんですけど、その5、はい、短力、短力というかね、まあ、これはこうやっぱり受験勉強勝負ごとなんで勝ち負けあります、勝ち負けあるんですけど、どんな結果およびどんな過程がそこであってもやっぱり受け止める覚悟を持っておいてください。覚悟がないとどうなるかっていうとね、親ってうろたえるんですよ。でうろたえるとどうなるかっていうと、子供と口論になるんですよ。でこれそれこそ武田塾チャンネルとかでも何回か出てたけど、親がやっぱり子供のことが気になって何か言いたくなるのはやっぱ当たり前なんですよ、そんなもん。だけどじゃあいざ何か言って話をしようとするじゃないですか。それがね、いい方向に向かったこと見たことないです。だから気になるんだったら学校の先生とか塾の先生に聞いてみるとか、自分のことでどうなんでしょうかみたいなところをやっぱり聞いてみるっていうことが大事だと思ってて、親子で直接意見交換みたいなものを、いやちょっと話し合いたいだけなんだみたいなことでね、話し合おうとしてもうまくいくケースがまあないんですよね。まあ、そういうもんなんですよね。いくら仲良くてもやっぱりね、今ってデリケートな時期なんで、やっぱりそういうことはよくあるかなというふうには思いますかね。で最後その6、大切なことは家の居心地の良さ。明るく前向きな家庭があるっていうことが何より大事。明るく前向きな家庭ってのは何かっていうと、前向きな会話があるってことだったり、親が仲いいってことだったり、親子が仲いいってことだったりするんですよ。暗くて後ろ向きな環境の中でぐいぐい成績を伸ばすやつ見たことないです。そうじゃなくって、まあ、今ね1番から5番まである程度こう気をつけるべきこととか持つべき意識とかっていうのを僕話してきました。でそれがあった上でのこの6番目、なんだかんだで明るく前向きな家庭、居心地のいい家庭環境っていうことなんですよ。でそんな難しいことじゃないんです。やっぱり受験勉強やっててその山あり谷ありあるんですよ、本当に。うまくいかないことだらけです。さっきも言ったように10回ぐらいやめたくなります。そんな中でも親ってどっかでね、子供にとってヒーローだったりするんで、諦めなくていいじゃないか、最後まで頑張ろうぜみたいなところで、から元気でもいいから前向きであるっていうこと。なんでそういう姿勢が大事かっていうと、さっきもちょこっと言ったんだけど、あなたの子供はあ
なたに育てられたように孫を育てますよ。だからお父さんお母さんがどういうふうに子供を育てているのかっていうのは、その子がどういう大人になるかっていうことにかなり直結してくるんですよね。だからこの子にもこういう感じで私の孫を育ててほしいなみたいな、ある意味自分の感情はあるんだけど、この辺でもう一人自分のことを見ている自分がいるみたいな、そういう親御さんであってほしいんですよね、っていうことが僕が思うメッセージかな。それにおいてまあ一番いいのはやっぱり前向きであること、明るくあること、どんなにこう大変な状況下でも前向きなね明るい感じがあるっていうのがやっぱり何より子供の勇気になると思います。はい、そういった感じでもうサポートをしていくっていう時にね、まあいろいろ勉強サポートできないよとかね、ただただなんか大丈夫なの、この成績でいいの、みたいなことしか言えない、どうしたらいいんですかとかいうね悩み相談を受けることも結構ありますが、うん、あるよね、こういった形で明るくっていうの、うん、難しいことじゃないんですよ本当にね。なんか今1番から6番まで僕言ってきたけど、いやー真似できそうにないみたいなこと多分一つもなかったと思うんですよね。ただ多少の感情のコントロールだったり姿勢のコントロールは必要だとあるかもしれないですけどね、ぜひ頑張ってやっていってください。で、あとこれのね第1弾第2弾なんかもねありますんで、受験生の方はねそっちをぜひ見に来てください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.